はい、あれもしもーし友人 A の家族写真疎遠だった友人 A から突然連絡が来た結婚して名古屋に新居を建てたこと娘が生まれたこと また会いたい胸が綴られていた。しばらくして名古屋に出張した機会に A と会うことになった。色白で小柄な奥さんと可愛い娘に囲まれ本当に幸せそうだった。最後に A のカメラで全員の写真を撮ってもらい楽しい気分で別れた。変なことになったのはその後。 共通の友人 B と顔を合わせたので、先日 A の家に行ったことを話すと、彼も行ったことがあるという。大阪にあんな広い家建てられるの、羨ましいよな。えと思い、大阪名古屋だよね、と聞いた。B は不思議そうに、大阪だろ俺、実家が大阪だから、正月に帰省した時遊びに行ったんだよ。 子供も男の子が二人いたよ。混乱する私に B はその時撮ったという写真を見せてくれた。え写っているのは間違いなく A だが奥さんが別人。ちょっときつめの美人で背が高い。子供も A によく似た男の子が二人写っている。私は急いで A にメールした。 この間はありがとう。よかったら、あの時の写真、私にも送って。返事はすぐに来た。写真遅くなってごめんな。添付しました。私は悲鳴を上げた。奥さんが、アジア人なのだ。私の知る女性でも、B の写真の女性でもない。さらに、見たこともない3歳くらいの男の子が、 私の足に抱きついて、笑顔でピースをしている。震えながら返信した。写真ありがとう。ところで、先日 B に会ったんやけど、B も A の家に遊びに行ったらしいね。その瞬間、A から返事が来なくなった。再度送っても、宛先不明で戻ってくる。それ以降、A とは連絡が取れない。